だっけ、覚えてない。あんまね、今ラララ言えるかなしか出てこないんだけど、ドロワークみたいなやつポケモンの歌出てこない。インワードリップロールお願いします。もうあんまね、何かわかんない、もはや。それ何、インワードリップロールって、あれボボボボボみたいなやつわかんないよ。なんでみんなアマネのことビートボクサーだと思ってる。さっきアマネに GBB 頑張ってくださいも来たし、多分いるな、一定数アマネのことをビートボクサーだと思ってる人一定数いるわ。焼肉何が好き？ホルモン、ホルモン結構好き。コメント懐かしい、ありがとう。あ、よかった、ありがとうございます。そう、まあね、このこれめっちゃね覚えたんだけどね、ポケモンを知らないのにこの曲だけ覚えたから、あのちょくちょくね文字が違ってる。そんな名前のポケモンはいないっていう名前のポケモンで歌ってる。今度はバンバンみんなでルーシーのビートボックス講座を受けてほしい。あ、ビートボックス講座久しぶりにやりたいな。動画2本ぐらい上がってるけど。ジーニーメイクしてください。ジーニーって誰だっけ？アラジンの誰か？いつまでやりますか？あ、もうそろそろですね。10時になってるから、切りついたら。イブくんと幼馴染？幼馴染ではないけど、でも実質そんなもんか。小学生のとこから知ってるから。すごい、9月過ぎたけど、セプテンバー聞きたいです。セプテンバーさん歌ってほしい。2個並んでる。え、あんまね、待って、コメント読んだけど歌える？でも君が笑える理由なら、僕が見つけてきてあげる。こんな程度しかわかんない。え、昨日台湾のテレビ関ジャニを放送しました。アムネさん歌う上手です。え、すごい、台湾で放送されたんですか、モーツァルト。すごい、ありがとうございます。今度ルーシーさんのビートボックスめちゃくちゃ邪魔してほしいなんで何すれば邪魔できるかな。な、ビートボックスを邪魔するのむずくないか。ビートボックスに頼って歌ってるから、うちら。インスタライブ見れて嬉しかったよ、ありがとう。いや、急に始めなのにたくさんの方に来てもらえてよかったです。初期の頃と比べるとイブくんビートボックスめっちゃ上手くなってて、すごい、ね、本当めっちゃ上手くなってるよね。わかる、すごい。ループステーションに勝手に声入れる、なるほどね嫌がらせすぎるな。インワードリップロールはイブくんに聞いたら教えてくれるんじゃないかなすごいよね、ルーシーにも聞けるしイブキにも聞けるし。で、前あまりなんだっけ、何、喉ベース、喉ベース教えてもらおうとしたけどちっともできなかった。アマネちゃんがボーしたら邪魔できるよ。あ、なるほどね。ボーするわ、じゃあ今度ルーシーの横で。形は合ってるでしょ形はこれでしょ癒されたオツって、ありがとうございます。じゃあまあそろそろ終わりましょうか。急に始めたけど来てくれてありがとうございました皆さん。明日からも頑張りましょう。アマネはテストを頑張ります。はい、終わる締め方わからん。ということで、みんなおやすみ。